皆さんお待ちかねのリップを塗る時間やりますね。はい、やりました。セクシーセクシーではないです。低白。そうなんですよ。これでも光の加減もあるんですけどね、ちょっと火がさっきよりは陰ってきたから、あ、まあ言ってもまだ3時間。じゃあぷかぷか歌おうかな。今日はシラフやからなんかあんまり歌うことがめんどくさくないですね。やったー。ほんまに僕って変な顔してますよね。なんかー自分ではびっくりするぐらい変な顔してるんですけど、皆さんもだから自分が一番見慣れてないと思うんですよ。ミヤさんの方が見慣れてくれてることを願ってます、僕は。よいしょ。なんていうか昭和のちょっと待って、昭和のお弁当箱みたいな顔やね。なんやろ、何一つとして感想が浮かばんねやけど、昭和のお弁当箱ってなんか四角くて無機質なやつですかみたいな顔って何。むずいわ。でもちょっと今後自覚しときます。自分は昭和のお弁当箱みたいな顔なんやなっていうことをちゃんとちょっと肝に銘じておきます、ね。俺のあんこはタバコが好きで、いつもプカプカプカ、体に悪いからやめなって言っても、いつもプカプカプカ、遠い空から幸せってやつがあたりわかるまで、あたいタバコやめないわ、ぷか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 。俺のあんこはスイングが好きで、いつもドゥビドゥビドゥ、下手くそな歌はやめなって言っても、いつもドゥビドゥビドゥ。あんたがあたいのどうでもいい歌を涙流すまで、わかってくれるまで、あたいスイングやめないわ、ドゥビドゥビドゥビドゥ。いつもおいらのことなんかほったらかして、いつもあんたがあたいの寝た男たちと夜が明けるまで、お酒飲めるまで、男やめないわ、俺のあんこは占いが好きで、トランプ捨て
タスタスタ吉田っていうのにおいらを占う。おいら明日死ぬそうなあたいの占いがピタリと当たるまであんたとあたいの死ぬ時わかるまであたい占いあんたとあたいの死ぬ時わかるまであたい占いやめないわドラムでスタスタスタ銀色のお弁当箱、銀色のお弁当箱みたいですか。前は乾燥した土がついたままのじゃがいもみたいな顔やってんけど、なんか雰囲気が丸くなってんのやしなんかずっと悪口言ってますよね、さっきから。ようそんな長時間悪口言えますね。すごいな。拍手ありがとうございます皆さん。イエーイ、うん、僕もこんな長時間悪口言われ続けたことないわ。
いいりょうちゃんやのに、どういう意味？あ、ずっと悪口言われてるから。私は真面目に銀色お弁当箱あ、そうですね。前蔵さんは全然悪口言ってないです。昭和のお弁当箱を説明してくれただけです。哲也さん、こんにちは。かっこいいです。初見です。よろしくです。ありがとうございます。よろしくです。どうもどうも、かっこいい、ありがとうございます。うーさん、お茶、沖縄三品茶。うーさんがちょっと飛んでますね。なんかファンキーな、ファンキータイムに入りましょうか。ファンキーなファンキータイムイエー風が吹きつけるような固まらず、一人ベッドを抜け出した。シューズの紐を結ばず、飛び乗るの外バスのさ。眠らない街は滑走路、自転車火花を散らす。笑い抜く他人のような顔をして僕を見上げてる。 I'm freak 真夜中のスーパーフリーク。 I'm freak 真夜中のスーパーフリーク。冷たく開いた月の中、誘われるまま飛んで行け。スピード上げて一直線に、誰も知らない光の向こう側。吹きつける風をやみたまらなく、一つ息を吐いてみる。静まり返ってほしい、味気ないだけどこの沈黙。よだる気しますながら、干上がった海飛び越えてください。バキシガのプレイタイプ目で僕を見送る。 I'm freak 真夜中のスーパーフリーク。 I'm freak 真夜中のスーパーフリーク。うなり上がるうつむのか、やる人に闇をいらない。直線に突っ込んでゆけ、誰も気づかない。続く I'm weak 真夜中のスーパーフリーク。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  スーパーフリーク 真夜中のスーパーフリーク。 スーパーフリーク 真夜中のスーパーフリーク。 スーパーフリーク 真夜中のスーパーフリーク。ファンキーだな、ダグは。僕沖縄にいるのです。ウーさんは沖縄にいるんですね。ちょっと覚えられないと思いますけど、なるべく覚えるようにします。パチパチありがとう。拍手ありがとうございます。いやー、水飲んでますからね、お酒じゃなくて。
田中やのに。なんで田中やのにかっこいいか。田中やからかっこいいんじゃないですか。なので三品茶ありがとうございます。だって今のスーパーフリークとかやっぱりガクトが歌っててもあんまりかっこよくないんじゃないかな。意味がちょっとだから僕ガクトじゃなくて僕が歌ってるからいいんじゃないですか。なんかやっぱり何でしょうね。嘘、かわいい。ありがとうございます。ほう、なんかその僕に対するイメージみたいなのってあると思うんですよ。なんかこうなんやろな、まあさっき言ってた昭和のお弁当箱みたいな男じゃないですか僕なんて。昭和のお弁当箱みたいな男がなんかこうファンクをやるっていうのはいいですよね。これがね本当に令和のランチボックスの男がファンクやってもやっぱりねこう薄っぺらいですよね多分ね。牛島くん役のマツケンみたいな。マツケン、牛島くん役の人の名前今パッとなんかど忘れしたけどマツケンではないですよね。ウーさんはちょっとぶっ飛んでますね。誰でもないどこにもない君だけの光と影、闇の向こうの光を見に行こう。光と影すっぽりうっとりと、いつだって君のそば健やかな光と影が降り注ぐようにと、少しだけ願った獣みたいに抱き合った。玄関閉めキスして孤独をぶつけて火の玉になった。その先に痛みがあろうと、不安で胸が張り裂けようと、今を薄めたくなんてなかった。深く刻みたいと思った。いつだってその輝きにまっすぐに「なれたら何にだってなれるぜ、どこへだって行けるんだぜ」「誰でもないどこにもないぜ、君だけの光と影」闇
と影幸せにできないやつに何が言えるんだろう。ありがとうってつけた君に僕はなんて言えたらよかったんだろう。いつだってその輝きにまっすぐに熱くなれたら何にだってなれるぜ。どこへだって行けるんだぜ。誰でもない、どこにもないぜ。君だけの この歌好き。Wake up through the night. Oh, through the night.
れ組のウェイクアップする気はないでした。あ、時間やから終わろう。